嬉しいですね。はい、これテンション上がるんですよ、めちゃめちゃ。この帯が俺ホストやめよっかなみたいな。上半期、それでは KG プロデュース上半期表彰式開催します。今日半年間ですね、上半期の表彰式なんですけど、20人かな、表彰されるんですけど、クミチェル、4回目ありがとうございます。ありがとうございます、途中経過も今どうなってんだっていうのはグループのみんなも意識すると思うんで、去年これやり始めて2回目なんですけど、役職者しかいないんですよ実は。あ、今日幹部以上と登壇する人しか出ないんで、全部でそんなにね150人ぐらいしかいないんですけど、席の分け方ってのはどうなってるんですか。サナさんとシュウさん違う店舗じゃないですか。ちょっと適当じゃないですか。あ、もう2階からは適当なんですか。普通にバラバラ座ってるだけだと思います。僕はショウしか友達がいないんで。そうなんです。だいぶハマっちゃってるよ。じゃあこの間あれやってなかったっすよ。俺たち。あ、いややってない。思ったんだよね。今日やりますもん。やろう。いけ。マイクっす。スタンバイできた方からもうスタンバイ。もう乗るな。ちょっと降りてください。さすが皆様、お待たせいたしました。ここからはですね、プログラムとなります。彼らを視聴者の皆さんも
まあ、同業の皆様もそして、我々も同じくこれから応援したいなと思っています。どうでした？いや、やっぱ身内は身内で、人数は分かんない、もう何十分の1ぐらいなのか分かんないかったですけど、あったかかったですね、みんなが。やっぱなんかお祭り好きな多分人間多いんですよ、政治って。めっちゃ良かったです。ここからは2022年上半期グループ指名本数トップ3の発表です。第3位、プラチナ本店代表取締役明野翔。売上の方は、惜しくも21位という結果に終わったんですけど、まあ、少しずつ、この壇上に勝ってくることができました。本当に今まで5位以下に落ちたことがなかったので、5位以下に今まで落ちたことがなかったので、去年だけ多分27位とか、まずここまで来れたまた。ああ、なるほど。まあ売上はまだまだ足りないんで、下半期でまくりますよ。上半期グループ指名ランキング第1位の発表です。第1位、ミネルヴァ公式前に成瀬レオ。2022年上半期グループ売上ランキングの発表です。20位から16位の発表です。ミスター代表取締役早乙女沙羅。第19位、ハーレム総本店支配人松岡大河。第18位、ハーレム総本店主任一ノ瀬虎。続いては第6位です。プラチナ本店総支配人ケイティ。第5位です。ミネルヴァ総支配人成瀬レオ。第4位です。カーレム総本店主任ウタ。それでは2022年上半期グループ売上ランキング第1位の発表です。 I love this beat. 第1位、ザ・シック取締役笠原エイト。ザ・クラブと分店して、ちょっと人数減って活気がなくなったと思うんですけど、まあ、シックは本当かっこいい人いて、面白い人いて、本当強い人いっぱいいるんで。僕たちの仕事ですね、まあ、ホストとは、まあ、え？お前遅刻してきたの？帰っていいよ、マジで。ありえない、普通に。
帰っていい、マジ帰っていい、失礼極まりなくない、マジで今までローランド社長は肘もつかないし言い訳もしないし、まあそうですね、まあ単純にそのやっぱりローランド社長に頼らないでやっぱり自力でこう出した結果っていうのは結構本当にすごいなと思ってるんで、まあ実際僕はあんなの売れないんで、ああいう売り上げできないんで、偉そうにしてますけど皆さんすごいですよね。今中川が喋った2位から10位の人、正直俺は見てません、あの俺のライバルはローランドです、行きましょう。第1位はクラシック取締役高村栄斗さんでした。ホスト真面目にやるにあたって、ホスト取り上げた時だとか、いくらだろう、626万8000円、ありがとうございます。こういう風なのをもらって、もう本当に女の子に感謝してますね。本当にこの給料もらえるって、まあホストドリームというか夢がある仕事というか、はい。やめよっかなみたいな、俺センスなかったんかなと思ったっすもんね、やっぱやばいね、やばいナンバーワンの時はもうこの7倍とか、いくら400円、ちょっと、うわいいね、うわあの量あったら楽しみでしかないですよね、給料に。こっちです、この思い出は思い出の抜け道に入ります、歌舞伎のアンダーグラウンドは。キュウっすよ、俺ナンバーワン撮ってた時こんな見え方してたんだって、ついて いけてないんで今、それは葛藤してるというか。